おしどりは、長江カモもカモもかおしどり族に分類される鳥類。東アジアに分布する。日本では、北海道や本州中部以北で繁殖し、冬季になると本州以南へ南下し越冬する。おしどりは、一般的に氷鳥であるが、冬鳥のように冬季に、国外から渡ってくることもある。イギリスなどへ移入、定着。全長オス48センチメートル、ス41センチメートル。 翼長はオス21から24.5センチメートル、メス21.7から23.5センチメートル。翼外長は68から74センチメートル。体重0.6キログラム、メース0.5キログラム。くちばしの先端は白い。卵は、長径5.3センチメートル、短径3.7センチメートル。オスのくちばしは赤く、繁殖期のオスは高騰。 頬から頸部にかけての羽毛が伸長し、顔の羽衣が白や単行色。胸部の羽衣は紫で、頸部側面には白い筋模様が左右に2本ずつ入る。腹部の羽衣やおばき部の仮面を覆う羽毛は白い。第一三列風切りが銀杏状で、大色。メスは、くちばしが、開国色。批判食器のオスやメスは、全身の羽衣が、肺褐色。 目の周囲から口頭にかけて白い筋模様が入る。また体側面に白い斑紋が入るが、オスのエクリプスでは不明瞭。足は大色で指に水かきがある。渓流、故障などに生息する。上高地周辺の水辺でも見られる。水辺の木陰を好み、開けた水面にはあまり出ない。木の枝に止まることもある。植生は植物食傾向の強い雑食で、 水生植物、果実、種子、昆虫、陸生の貝類などを食べる。陸上でも、水面でも採食を行う。繁殖形態は卵生。4から7月に、産地の渓流や、湖沼の周辺にある地表から10メートル以上の高さに、ある大木の軌道に巣を作り、9から12個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は28から30日。おしどりが、 軌道に巣を作ることは昔から知られており、孵化したヒナがどうやって地表に降りるのかは長い間謎であった。しかし後にヒナは自分で巣から地面に飛び降りることが皇居の森にて確認されている。孵化して40から45日で飛翔できるようになる。厳冬期には数十羽から数百羽の群れを作ることもある。仲が良い夫婦をおしどり夫婦と呼ぶが、鳥類のおしどりは 冬ごとに毎年パートナーを変える。放乱は、メスのみが行う。育数も、夫婦で協力することはない。小林一佐が、離れ押し一すねすねて眠りけりと読んだように、多くの句で読まれている。新潟県に押し鳥夫婦の民話がある。和名の押しは、私有相愛しに由来すると考えられている。漢字表記は、押しが、本種のオス、押しが、本種のメスを指す。 私有の仲が良いと考えられ、本種を用いた夫婦の仲が良いことを指すことわざとして、ユアンヤン系、猿王玉などがある。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本では、環境省により、レッドリストの情報不足の指定を受けている。情報不足また、都道府県により、以下のレッドリストの指定を受けている。1956年に、 野毛山動物園が繁殖賞を受賞し、1960年に福岡市動物園が人工繁殖で繁殖賞を受賞した。日本の以下の都道府県都市町村の自治体で指定の鳥である。2008年6月に鳥取大学でのイメージキャラクターとして県の鳥であるオシドリをモチーフにした鳥林が制定された。長崎県でも 第69回国民体育大会マスコットのガンバ君、ランバちゃんのモチーフにしたり、ビファーレン長崎のマークや、マスコット、ビビ君の帽子部分にデザインされたりしている。大韓民国の中世南道、中秋市、ロンサン市、抱え川市、茂る主軍の指定の鳥である。ありがとうございます。